はい、どうもトラキチの無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、1108日目ですね。はい、現在2022年12月20日の、お昼の12時32分なんですけども、今回ですね、プロスピ交換会第4回のね、提出選手3選手をご紹介するのと、あと俺の球場飯、あと2日まるまる残ってるんですけども、一応累計ね全部終わりましたんで、こちらですね。はい、S ランク契約書これですね。はい、3300ポイントの S ランク契約書ね、開封したいなと思います。まあ、阪神純正編もこのオリックス純正編もどちらも、自然回復のみで終わりましたね。はい、よかったです。はい、そういう感じです。それでは、第4回のプロスピ交換会に提出する3選手ね、こんな感じです。はい、一番上が、OB の真中さんですね、ヤクルトですね。で、2022同チーム交換ボックスに、山岡選手シリーズ2です。はい、で一番下の2022交換ボックスにシリーズ2の、中日のビシエド選手入れました。はい、まあ、この3名入れましたんでね、第4回また楽しみかなと思うんですけども、まあ、過去ですね、実はですね、このオリックス純正編はですね、第1回で宗選手、持ってませんでしたんでね、これ非常に嬉しかったです。で第2回でマッカーシー選手、これも僕は持ってないんですけどね、 A ランクもね1枚持ってないんでちょっとどうかなという感じだったんですけど、一応持ってない選手来てくれました。で第3回も、未所持の持ってないこの中川選手来てくれましたんで、一応ですね 1,2,3 回と、全部あの持ってないねシリーズ2の、オリックスの選手来てくれましたんでね、非常に今のところいい感じかなと思うんでね、まあ、第4回もぜひね、持てない選手ね、まあ、OB とかでもね来てほしいなと思ってます。はい、非常に楽しみにしてます。はい、そういう感じです。それでは、球場飯のね、累計の S ランク契約書開封したいなと思います。これですね、俺の球場飯3300ポイント達成の報酬 S ランク契約書、ぜひオリックスの選手来てほしいです。いきます、お願いします。オリックス来い。さあ、オリックス純正編ね、最近ね結構調子いいんでね、ぜひここでも累計できてほしいオリックスの選手。オリックス来い。終われへん。うん、入れたビシエド選手今交換会に入れてるんですけどね、はい、ビシエド選手また来ましたね。はい、結構ね強い選手なんですけども、ちょっとオリックス女性だけでやってますんでね、そうですね、また交換会にまた入れるかもしれないですけども、第4回にも入れてますんでね。はいはい、今回こんな感じですね。まあちょっと、そうですね、球場道の累計またビシエド選手来ましたけどね、まあ、交換会ね、22日ですかにありますんでね、結果は分かりますんでね、まあ、非常に楽しみかなと思ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロードオリックス純正編でした。